はい、どうも、こんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。本日はこちらですね、自宅で簡単にかっこいい二の腕を作る方法を皆さんにお伝えさせていただこうかなと思います。で、実はですね、僕も筋トレ好きなんですが、ジムには一回も行ったことがなくてですね、基本的には自重トレーニング、自分の体重でトレーニングをしたりとか、公園に行ったりとかして鍛えたりとか、あんまりね、ウェイトをね、ダンベル上げたりとかっていうトレーニングはやってないので、基本的に家とね、公園で体は鍛えてます。で、今日はですね、かっこいい、夏に向けてですね、かっこいいこの二の腕ですね。ここを作る方法を皆さんにお伝えさせていただこうかなと思います。で、実はですね、この二の腕、上腕二頭筋って言われる筋肉なんですが、この筋肉を効率よく鍛えるためには、少しポイントがあります。でちょっとね、実際にね、家でもなんかありそうなこういう椅子とかを使ってね、やっていこうと思うんですが、ただね、こう二の腕を鍛えるトレーニングでこうやってね、肘を曲げればいいかというと、実はね、これでも確かに鍛えられるんですが、これだとね、ちょっと効率が悪いです。で、実はここのね、二の腕は上腕二頭筋という筋肉なんですが、この筋肉はね、肩のこの前のあたりから、このね、肘の先のね、この前腕のところまでついてるんですけど、筋肉を鍛えるときはですね、基本的には筋肉がなるべくちょっとね、伸びたような状態で鍛えてあげることによって効率よく鍛えられます。なので、肩を丸めてね、肘をこう曲げた状態でこうやると、もともとこの上腕二頭筋が短い状態で鍛えるような形になってしまうんで、あまり効率が良くないんですね。で、さらにこう脇が開いてしまったりとかすると、重さの力が分散されてしまうので、必ず脇を締めた方がいいです。なので、二つポイントが実はこの二の腕を鍛えるためにはあります。まず一つ目、脇を締めるということですね。はい。で、脇を締めたら、今度はですね、肩を後ろにこう引きます。で、肩を後ろに引くのというのはどういうことかというと、この肩をですね、後ろに引いた状態でこう曲げていきます。肩がこう前に出た状態で曲げるのではなくて、脇を締めて肘を引くって言った方がいいですかね。こう引いた状態で何か、ペットボトルでもいいですし、こういった椅子でもいいので思っていただいて肘を曲げていただくと、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。で、から見ると脇を締めてこう引いた状態でこうやる。一番良くないのが肩が開いて肩が前に出て、これは良くないです。脇を締めて、肩を敷いて、曲げ伸ばしする。で、もう一つ実はポイントなんですが、ただ、はっはっとやるよりも、ゆっくりやった方がいいです。たくさんパーンとやって50回やるよりも、例えば5秒間かけてじんわり上げて、5秒間かけてじんわり下げるっていうのを10回やっていただく方が実はスロートレーニングといって、二の腕にかなり乳酸とか溜まってくれるんで、成長ホルモンがすごい出て筋肉が非常に成長しやすくなります。なので、ポイントとしてはですね、脇を締めて行うということと、肩を後ろに引くということ。あと、もう一点といえば、ゆっくり、僕のおすすめとしては5秒間ゆっくりかけて引き上げて、5秒間かけてゆっくり下ろす。っていうのを、10回でいいかなと思うので、まずはそのね、10回ぐらいから試していただいて、慣れてきたらね、20回、30回と増やしていただければいいかなと。もしくはね、負荷をちょっと大きくしていただければいいかなと思うので、このね、2つのポイントだけしっかり捉えて、この二の腕は自宅で鍛えていただければと思います。はい。ということで、皆さん夏に向けた体を鍛えていきましょう。はい。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。